急に。うわ、ほんとだ。何も触ってないやん。結構。今すごい。え、なんでだ？蹴っ飛ばすもんとかもないよ。もし、近くから僕のことを見てるんであれば、足音でも物音でもいいので、聞かせてもらうことはできませんか？今僕の前方にいらっしゃいますね。あ、ちょっと蹴るわ。本当に気をつけてくださいねっていうのは、これは本当に動画のためじゃなくて、誠意さんからです。わかりました。ST スタジオからの今宵も月が綺麗やな。さあ出発や。どうもヤカズです。ディエゴです。さあ言ってまいりました。来た奥多摩ロープウェイですかね。はい、そうです。ヤカズさんがリストアップしてくれて、はいはい、結構ヤバいらしいんで、まあ、いろんな詳細をちょっと説明していただきたいと思います。はい、はい、まず僕たちが立っているこの真後ろに道路があるんですけども、はい、かつてここは有料道路だったみたいで、はい、この有料道路でなぜか事故が多発していると。ここで起きた事故の例が全てそこにある廃墟に溜まっている、そう言われているってやつです。この廃墟ではですね、女性の霊が未だにゴンドラに残っているとか。僕頭の中でも今回 の、 あの撮影決まってるんですけど、はい、まあ絶対まあみんな行くじゃないですか、はい、絶対まあ今回も正義さん一人で行くことになるんですよ。なんで一人か。そのタイミングで先行。一人やめましょう。もうやばいんで。いや、そのやばいんですよ。でもやばいのみんな見たかった。いや、そうですね。求められてるもん。成長するの。確かに求められてるね。持たないっすもん、一人。もう怖すぎて。では行きましょう。皆さん来ましたか。はい、もう急ですね。疲れましたね。はい、だいぶ急行が、うん、すぐです。うわなんじゃこれ、がっつり残ってる。そうなんですよ。こちらがあれですね、50年ほど放置された状態でこの中で女性がいてたっていうゴンドラです。来た霊能者皆さん 100% おるって言うんで。そうです。そんなやばい感じなんですらしいですよ。ここでちょっと一応、まあ、入り口になりますんで、はい、お邪魔しますの意味を込めてお線香。県によって言い伝えは違うんですけど、ごま線香って言って線香の中でも特に霊が好む線香。通常霊って元は人なので、あの例えばここに自分が一人でいた時に5人来たらちょっとやっぱ萎縮するじゃないですか、うん、なのであの霊って絶対に近寄ってこないんですよ。その時に霊が取る行動って、あの外から様子を見てる感じなんですよ。何してるんかなとか、この人たちどういう人なんかなって、はい、いろんなところからまあ見られてるっていうのが当たり前というか。俺らの家でも最近な調査班でなんかあったよね。あったあった。光がさ、なんか窓にあってなんか、うん、ちょっと向いたらこう隠れるように外に逃げていくみたいな、ね。うんうん、そうね。それがもう典型的な本当の例の出方ですね。ああ、そうね。俺ら多いもんね、人がね。いつも。わかりました。こっち今声しなかった。どこ？どこか。この、ね、女の声。真後ろか。俺はしなかったな。全然僕も喋ることに集中してた。結構バカうるさかった。マジで？はっきりですか？はっきりです。甲高い感じ？なんか近くはないんだけど、大声な感じ。今、正義さんが言ってた、指さしてた方向が、まあ、ゴンドラっすもんね。マジですか？あ、確かに。あ、はいはい。左斜め後ろなんで。ここの建物の屋上にどうやって行くんでしょうね、これ。あ、あるんですか？ああ、ほんまや。うわ、一応上は屋上には繋がってなさそうですね。多分ね、僕が今上がってきてる場所ってこのワイヤーとか機械を
まあ、工事する人とか修復する人が上がってくる場所だと思うんですけど、ロープにつけるこのオイル、オイルもこれ固まっちゃってるんですけど、その当時オイルを触った手で壁を触った跡が生々しく残ってますね。あ、トイレか。トイレだったのか。あ、本当だ、うん、ロープウェイが目の前にあるんで、まあ、ここの用途は、まあ、その待合とか休憩のあれでしょうね。あ、結構こじんまりとしてるな。ね、あった、ありました。これ階段がありましたんで屋上に行ってみたいと思います。屋上が山ですね。本当だ、山だ、もう山だ。本当に一体化してるわ。これがロープウェイだから、あれもね、ざっと一周しっかり見終わった感じで、今から、ヤカツさんに暗闇タイムやっていただいて、その後にヤカツさんからのミッションで何してくればいいんですか。言わないですよ。あ、言わないですよ。言わないですじゃ 言ってもこれまだ僕 ST さん のファンにめっちゃ怒られるかもしれないですけど、僕は ST さんのファンのために正義さん一人タイムっていうのを用意してますよ。いや、私も多分全然怒んないです。あ、本当ですか。じゃあ、はい、ということで、ちょっと普通に聞こえてるんですよ。じゃあちょくちょくはやっぱあるんですね。今もなんか足音みたいなのした、全然ちょっと普通に聞こえてるんですよ。じゃあちょくちょくはやっぱあるんですね。今もなんか足音みたいなのした、した、いや、それが風の音って言われたら最後ですけど、ちゃんと足音が出るように聞こえるんですよ。だって今、ザッザッじゃないですか。このサッとかじゃなくないですか。あと、それ僕が言ったのはそこの手前に、この辺でドーンって足音した。これからちょっと写真をね、撮っていきたいと思います。写真撮るスポットは結構あるからね。まあ、そうだね。今、ゴンドラが目の前にあるから、ゴンドラじゃ写真撮ってみようか、そしたら。撮りましょう。じゃあここでも撮っていきます。本当はね、見た感じは何もないもんね。そうだね。まあ本当、結構え、なんか落ちたな。え、なんだろう。え、だいぶ重量感あるもんじゃないとおかしいよね。今すごい落ちたの。え、なんでだ。俺だって今こう普通になんか蹴っ飛ばすもんとかもないよ。はい、今僕手持ちライト持ってます。これ携帯のライトなんですけど、今からこのライトも消していきます。で、こういう状態になるんですけども、今このうっすら見えてるあの明かりがあるように見えるんですけど、実際はこれ本当に真っ暗です。いや、怖いな。僕が今手に持ってるのはトリフィールドです。霊を数値化してくれる機械ですね。音聞いてるだけで分かると思います。これが反応した時、その場所にいてるんじゃないか、そういうそれをまあ調べてくれる機械ですね。まあ、今のところはずっと一定でこの音ですね。ちなみにね、今の時点では一人になってから足音がもう本当にすごいのと、
これどん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 近寄ってきてるなっていう、そんな気がはっきりします。こんばんは。もし近くから僕のことを見てるんであれば、足音でも物音でもいいので聞かせてもらうことはできませんか？もういらっしゃるのは分かってるんですよ。近くにいてるのは分かってます。なので何かアクションを起こしてもらえませんか？来てる来てる来てる。今僕の前方にいらっしゃいますよね。ありがとうございます。めっちゃ存在感出してくれてますよね。あ、来てくれてますね。ありがとうございます。ちょっともう、あ、怖いな。僕ちょっとこれ以上は怖いので、ありがとうございます。このぐらいで大丈夫です。これ5万先行です。今僕の目の前に置いてますんで、よかったら召し上がってください。今僕の目の前に置いてますんで、よかったら召し上がってください。どうぞ。ちょっと勢いすごいな。なんかもう、来てる？ちょっとゆっくりでお願いします。怖いな。あ、ちょっと来てるわ。めっちゃ存在感出してくれてますよね。あ、来てくれてますね。ありがとうございます。ちょっともう、今僕の目の前に置いてますんで、よかったら召し上がってください。どうぞ。ちょっと勢いすごいな。なんかもう、来てる？ちょっとゆっくりでお願いします。怖いな。あ、ちょっと来てるわ。ごめんなさい、急遽ちょっとライトつけちゃいました。消します。じゃあちゃんと言うと10分ぐらいでしたね、一人の時は、はい。まあ、結論から言うとめっちゃ怖いです。え、暗闇の状態で線香を焚いて、よかったら召し上がってください。好物なんで。その瞬間に、まあ、風が急にめっちゃ吹き出して、同時にね、音が近づいてきて、これ以上ちょっと僕声で近づかないでくださいって、なるぐらい結構しっかり、でね、一個だけ行ってない部屋もあるんです。そうなんですよ。やばいやばい。これ誰も気づいてなかったんです。僕ラッキーだったんですよ、はい。その後に僕もう一回こうぐるーって回っていた時に一人で入ってったんですか？ああ、行ってましたね。行ってましたね。唯一やっぱ気持ち悪いなと思うのはそこの二部屋なんです。ここ皆さんで先ほど入ったトイレなんですよ。はい。こじんまりしてるなーとか言いながら、ここにまあ霊が溜まってるって霊能者の方とかはまあ動画では言ってました。ただいや、こっちでしょう。ああ。今初めてここまで多分皆さん入りまして、僕もここまでは初めて入ったんですけど、はい、おそらくここ押し入れ寝るとこっぽい。そうなんですよね。っぽいですよね。寝泊まりしてる時用の場所。そうなんですよ。なのでもしぐるっと回って時間があるんだろうが、ここで
持っておいてもらえたらいいかなと思いました。そんなになんか、あの、なんですか、貯めることないんですけど、うん、本当に気をつけてくださいねっていうのは、これは本当に動画のためじゃなくて、セリさんのためです。わかりました。本当に怖い。あ、わ、もう。ということで、一人になったんで、始めていきます。普通にちょっとゴンドラが僕が一番気になるんで、ゴンドラに行きたいと思います。早速なんですけど、GoPro のライトがあったんですけど、ゴンドラの方行った瞬間に切れました。もうつかないです。これがないと真っ暗です。ここでめちゃでかい音してました。ちょっとターボー来てくんない？うん、ターボー来る前に最後に一人で宮川さんが行った部屋に行きます。さっき明らかに風エグかったんだよ。不思議なぐらい音がしないです。どうした？お疲れ。どうした？ビビりすぎて、本当
無理な、喋んなくなる。レポートができなくなっちゃう。声とか足音とかって結構やっぱ激しい。いや、それがね、全然ない。いやだから、エアカツにとって風が吹いたのはすごくて。ああ、はい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 。やばいって言った部屋あるじゃん。ああ。これこれ。うん。ここに行こうかなと思った瞬間に、ボーって風吹いて、そっからもうずっと、10秒ぐらい。この部屋入ってもずっと風が突風でみたいな。この部屋を前にした時もバーって吹いてて、ああ風通りの問題なのかなと思ったら、まあ、今見て通り何もないの、うん、あのガムテープが分かりやすくてさ、ガムテープぶら下がってる線にガムテープ入ってる、ああはいはいはい、あれがバカ揺れてたの。ああ、じゃあここから線香を焚いていきましょう。じゃあ噂の線香を焚いていきます。はい、テンパレージであんま記憶の途切れ途切れなんだけど、ああはい、来てもらえる。はいはい、ここら辺でまして、フィールドがまず1回になった。へぇ、で、こんな気になるじゃん。ああ、からこう見るじゃん。うん、そしたらね、あの辺からポタポタ音がする。あの辺、はい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 、で、気になるなと思ったら、こっからドーンって音した。へぇ、もう水とかじゃない、何かが落ちた。あそこに最後に行きたい。そうだね、うん、音上がってきてる、音上がってきてる。トイフィールド。あ、ほんとらほんとらほんとら。いいやん。おう。ほら、ほらほら。こっちかな。いや、こっちじゃない。え、こんな立て続けに今一気に起きたね。ああ、なんかいろいろとやっぱそこだよね。あそこだよね、このルートだよね、うん、そうだね、これやばいね。じゃああそこ見てくるね。ああ、そこ明らかになんか俺を呼んでる音がするね。うわ、ほんとだ、何も触ってないや。あ、おかしいおかしいおかしい。カボンのスマホで行ってくる。はいはい、なんかここから俺をやけに音がするんですよね。これ色みたいな、なんか井戸みたいなのがあるわ。井戸、おっきな井戸みたいな。へえ、なんか水の音とかしたのはなんか聞こえたよね。聞こえた？あれ、ステーキも聞こえたっしょ。何よ？ドーン落ちる音なんか聞こえてないよ。あれマジ、それであっち向いたと思った。違う違う、向いた瞬間、向く1秒前ぐらいの何なった。そう、ドーンって行ってみる。おう、ここら辺で物落ちる音したけどね。なんか本当瓦礫とかそういうんじゃなくて、うん、なんかカバンをドスン、カバン、ドスンと、これじゃないの？でもこれは元からあって、こんな重くないの？何か起きているよ。ちょうどしたぞ今。なんかもうその辺からシャワーあるか。え、めっちゃしてるよ。え、今のわかんなかったな。俺が耳元で女の人の声聞こえたの。まあ、ここら辺だから。
まあ、この真ん中らへんやっぱ集まってんじゃないかな。ということで、はい、僕はまとめると霊はいっぱいいるなって感じはあるんですけど、なんか悪いことしそうな雰囲気が全くないっていう。なるほど。一歩間違えたら愛着が湧いちゃうみたいな。ああ、なるほどなるほど。現象でいうと、まあ、結構起きてて、うん、みんないなくなったけどまだ声が聞こえる段階じゃないですか、その辺で。そうですね、うん、ちょうど声聞こえなくなったら辺でボーンっていきなり GoPro の、 あのライト消えたんで、まあ、そんなんまあまあ充電なければあれかなぐらい、うんうん、ただタイミングだったらちょっとビビって階段の辺でトリフィールドが反応した、はい、喋れなすぎて、ね、僕怖すぎて固まっちゃってて、これは何も伝わらないなってことでターボを呼んだんですけど、ターボと俺結構現象起きることあったんで、そしたらこの GoPro がぶっ壊れたんですよ。そういうのがあるんですよ。何回も勝手に電源が落ちるみたいな。ないです。ないですけど、過去に1回だけあったのが、あの指の動き場がめちゃめちゃやばい場所で1回だけですね。風が異様に吹くタイミングが確かにあったんですよ、うんうんうん、最初ビビりすぎて、その言われてた部屋行くのを敬遠して行かなきゃなと思って引っ張ってみたら、紐にガムテープついてるんですよ、入り口に。はい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 。それがこうバカ揺れ始めて、揺れてるなって気づいた頃には、この前からも後ろからも横からもズボって感じる。ゴンドラの前が空洞じゃないですか。はい。あそこの奥ら辺でなんか、一人の時なんかピチャピチャ落としてて、うんうん、何かなみたいな耳澄ましてたら、普通に今度手前、真上からドーンって落としたんですよ。何か分かんないですけど、うん、音は入ってるんですけど、僕その気になるのが階段そっちあるじゃないですか、はい、その階段の方で僕らは上がってきてすぐにこっちの方で女の人の声聞こえたって言ってなかったですか。まあその辺ですね、あったり、うん、全体的に怪奇現象があったっていうのを全部その階段ですね。僕ももちろん一人でやってる時階段なんですよ。だから階段の途中から気になって一緒になってたんでした。いやそうですよね。動画で言ってないですけど、僕らのカメラ2台ともなんか壊れましたから、うん、うちのカメラで今回やってますからね、はい、急遽お借りして、たまたま、いよいよ全然それはありがたいです。よかったです、よかったです。奥多摩ロールウェイでしたっけ。ロープウェイ冷凍 S ですかね、うん、ポテンシャルがやばそうだなっていうイメージはあります。はい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 、はい、まだね、はい、今日はこんな感じやけどね、なんか言ってることがあります。実際その感じは、矢川さんが一人の時のその現象とかも考えても、だらしめんと SE コラボ、ぜひまた見たい方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。次のコラボでお会いしましょう。バイバイ。